ヘッジホック、ヘッジホック、ヘッジホックはイギリスが開発した対戦迫撃砲を。イギリスのほか、アメリカ合衆国など連合国諸国海軍で広く採用された。名称はハリネズミ、ヘッジホックの意味。ヘッジホックは単純に海中投下する、それまでの対戦爆雷とは異なり。 発射機より一度に24個の玉体を投射する、横断散布型の前投げ式対戦兵器である。対戦爆雷の一種とされることが多いが、厳密には最も初期の対戦迫撃砲というべき、ものである。起爆も、爆雷とは異なり、水圧ではなく、接触によって行われる。ヘッジホックの生みの親は、行為を込めて、悪だ組作詞部隊と呼ばれる。 イギリス海軍本部イギリス海軍省の省部門 DMWD 多種兵器研究開発部だった。科学者、海軍将校、退役軍人が中心の組織で真剣な目的意識を持った非人変人の集まりだった。DMWD によって第一次世界大戦の対戦戦の分析結果に基づく従来の対戦爆雷に変わる 対戦攻撃兵装として開発、研究が始められた。1941年にはリバプール湾で駆逐艦に搭載しての発射試験が行われ、最初の発射実験に成功した。その後も実証試験は続けられ、1942年11月8日には実戦で使用されビシーフラス海軍の潜水艦を撃沈した。以後は、 対戦任務を担当する艦艇に順次装備され、第二次世界大戦終戦時には、イギリス海軍の艦艇を中心として、連合国艦艇の多くに装備されていた。ヘッジホックは、スピガットモーター式の迫撃砲を24連装に配した発射装置と、それに装填される弾体で構成されている。弾体発射装置のスピガットと呼ばれる棒状の 発射軸に装填されて発射される。24個の玉体は0.2秒の間隔で2発ずつ発射され、直径約40メートルの円形の範囲に着水して進行する。玉体の進管は二重式、別の表現をするなら安全装置のついた二段作動構造になっており、発射されると着水時の衝撃によってまず一段目の進管が作動して爆発可能状態となり、 着水後沈下する、弾体が一発でも、水中目標に命中すると、その爆発によって生じた、水中衝撃波によって、残りの弾体も新艦が作動し、投射した弾体すべてが誘爆する。このため、通常の対戦爆雷に比べて一発あたりの、作薬量は小さくとも、目標となった、潜水艦は投射した弾体の炸裂に包まれる、ことになるため、 それまでの対戦爆雷に比べて総合的な命中が高く対潜水艦船の飛躍的な向上をもたらした。第二次世界大戦中に使われたマーク18射機はスピガットが艦の守備線平行に設置された4本の軸に各6本の弾体が前、髪型を向いて装填され発射台後部のハンドルを回すことによって4本軸を 左右に指行させることによって、限定的に投射方向を左右に変異させることができた。マーク1 2はこれ以外の旋回、不要機構がなく、基本的には単純に斜め前に投射するだけであるが、戦後型のマーク15発射機はスタビライザーによって安定化された旋回台に設置され、マーク10とは逆に4本の軸は守備線と垂直になっており、 本格的な旋回を可能としている。ヘッジホックはそれまでの爆雷に比べて、発射機を含めても小型であるために多数搭載することができる利点があり、小排水量の鑑定にも十分な対戦水管攻撃能力を装備させることをかとした。また、艦備に装備するため艦の後方、もしくは後ろ側型にしか投下できない対戦爆雷と違い、 艦の前方に発射器を装備することにより、前方に対戦弾を投射できることは、目標の水中位置を推測した後目標の髪型に移動して爆雷を投下するという、それまでの方式に比べ、目標をソナーなどで発見した後、対戦関係に高速で航行しながらの即時、対戦攻撃をノートした。目標に直接接触しないと炸裂しない。 という爆雷に比べると若干不利な面もあったが、目標に命中しなければ爆発が起こらないために、命中の判定が容易であり、炸裂する振動を事前に調整する必要がある上、たとえ命中しなくとも、設定振動に達すれば、自動的に爆発してしまう爆雷に比べると、攻撃開始から爆雷の炸裂後の効果の判定までに要する間が短く済むこと。 一弾あたりの爆発の威力が大きくないため攻撃に再始時戦のソナーを爆発の衝撃波から保護するために発信、受調停止する必要がなくソナーを使いながら使用できるとことといった各種の利点により対潜水艦船で大きな戦果を上げた。これは有望と対象の上に無数の対戦弾をばらまくため 命中する確率がそれまでのものよりも高かったことにもよる。日本の海上自衛隊でも発足時にアメリカ海軍からの供与艦艇に装備されていたものの他に貼る風型護衛艦をはじめアマツ風型ミサイル護衛艦まで初期立て造艦の多くにヘッジホッグを対戦弾投射機の名称で装備し54式対戦弾投射機の名称でライセンス生産も行っている。 ヘッジホックの生みの親である、イギリス海軍本部の DMWD、多種兵器研究開発部へは、大衆が、ハーバート・ジョージ・ウェルズや、ジュール・ベルヌの SF を引き合いに出し、ほとんどジョークのような工夫を提案していた。そして、その中から役立つ、可能性があるものを探り、改良するのが、DMWD の仕事だった。そういった、新規な発想を現実化する、科学、 技術機構がイギリスに存在していたからこそ、これらの活動は戦争遂行に盛り込まれた。DMWD の幹部の一人、スチュワート・ブラッカー陸軍中佐は、第一次世界大戦では、イギリス陸軍砲兵隊に勤務。1940年には、電気作動の装填軸を使用した、迫撃砲の敵弾発射装置を設計し、それを DMWD が発展させて、 感情タレンスを迫撃法を完成させた。しかし、そこで、官僚機構と、競合相手という二つの障害にぶつかった。だが、チャートウェル本宅近くの兵器試験場をチャーチルが、視察した際、初期の死者を見て、開発計画を進めさせたことが幸いしたという。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。